グオンターク。皆さん、こんにちは。読集快速です。ここはドイツ、ヘッセン州のボブシャット駅です。今、ちょうど踏切が閉まりましたね。そう。この駅はですね、以前紹介したこともあるんですけれども、手動で係員が遮断機を上げ下げする。そして、踏切のカンカンカンというような警報音も鳴らない。日本でいうところの手動、第二種踏切。 ここういういとのでできる踏切ですどういう列車が来るのでしょうかしばらく待っていきたいと思います。 列車の通過の確認が終わるとご覧ください係員がハンドルを回して遮断機を開けます見た感じ遮断機はもうしっかり上がっているような気はしますけれども安全のためかハンドルが限界いっぱいになるまで遮断機を回します 最後に、少々別の角度から、この遮断器を、かかりんさんがハンドルを回して開けていくシーンをご覧いただきながら、この動画をおしまいとしたいと思います。高評価とチャンネルの登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。ご覧いただきまして、ありがとうございました。